社内では、捨てゲームにしましたけど、でもそれなりにやったよ。適当に見えるけど、一応やったよ。まもなくゲームスこタれート言わでれようす。ないじゃん、身分を確認してください。俺。あんのかな。なんか俺、やったことやった？ 4 番釣りをしたわ夜けじゃがない来けまどしね。た。俺目を閉じてください。ローン釣りをしたわけじゃない。真面目にやる、真面目にやらないじゃなくて、狼の時には早く時間の無駄を省いて、村の時の時間を増やすって。デッドバイもそのスタイルだから、ボロ負けゲームやんないからもう。ボロ負けゲームなんて時間ももったいないから次のゲーム行く。仲間に恵まれないから。もうね、中途半端にやると2時間ぐらい勝てないんだよ、デッドバイ。ほんと奇跡だからね。発電機回してくれないんだよ、もう。要所で回してんの俺なんだよ。俺以外の3人が回してくれてるゲームは勝ったんだよ、最後に。それ以外のゲームってほぼ俺が触ってんだよ。俺が触ってない発電機回んないんだよ。勝てるわけないじゃん。ハモリもたくさんされてさ、もう嵐じゃねえかと思う。なんでこんな回さないんだろうっていう。それは負けるよなっていう。同朝が来じ。ました。仲間に恵まれなきゃ無理。マッチングゲームだから。昨夜は誰も死にま勝せてんでないしときた。はダメ。出て。3番のプレイヤーは発言して発く言だしさてい。ください。はい、おはようございます。4番さん勝利したよ。4番さん、白。早くお願いします。これ、お腹が鳴った。お腹空いちゃった。 ちょっと恥ずかしい。 聞こえたものかな。 ごめんね。4番さん、白。騎士様好きに動いてください。はい、で、みんなね、ちゃんと理由をつけて、まともに精査していってね。はい、もうね、変なこと言わないで、村は。わかった。村はね、村が強かったら勝てるので、絶対変なこと言わずに、まっとうに精査していってください。そんで、白いなと思ったとこも、黒いなと思ったとこも、両方ね、ちゃんと理由を述べていってください。4番さん、勝利したよ。4番のプレイヤーは発言特しにてくだ CEO さい。なくて、この時間まで起きてると、早起きしてる人もいるけど、腹は減るんだろうけど、って思ったが、3番も2周目聞かんとわからんなって思った。白い理由、黒い理由、まっとうなことを言ってれば勝てる。人外でもまっとうなことは言えちゃうとは思うけどね。単純に村人が落ち度を作ったとき、だから作るなって話を3番が言ってるんだろうけど、狼って、答えを知ってるわけだから、単純に。単純に表開始もできちゃうわけだし、狼同士でライン切ったりもできるわけだから、難しいよねとは思うけど。それができないから多分狼が勝ったりする場面があるからね。とは思ったことぐらいかな。3番は2周目聞くって感じかな。5番のプレイヤーは発言してください。はい。サンがなんか、いきなり笑ってるけど、変なこと言ってるっていうか、変なことやってるような気がするから、真面目にやってほしいです。はい。4と3の言ってること、若干違うのかもしれないけど、その時のゲームごとにちゃんと狼見つける努力したらいいんじゃないですか。真面目なこと言ってるローがいるかもしれないし、おかしなこと言ってる村がいるんだから。だから、ちゃんと精査して、人外だと思うところに投票したらいいんじゃないですか。人狼だと思うところに投票して、やっていけばいいんじゃないですか。おかしなことやめて。礼儀目打って。投票放棄しないで、柱しないで。ね、住むらしいをしないで。ローン信仰を唱えないで。やって、発言精査して練習していったらいいんじゃないですか。6番のプレイヤーは発言してく発だ言しさい。てください。いいお願いします。ちょっとだけ3番三振っぽいなと思ったのは、4しろ出てますよみたいな、ちょっと言い回しが新っぽいなって、ちょっと思いましたね。3番が開口一番ちょっと笑ってたのは、お腹鳴ってるみたいなこと言ってたから、わかんないけど、聞こえなかったけど、
ギュルルルって お腹が鳴っちゃったんじゃないかな。だからそれが聞こえたと思われたみたいな感じかな。わからんけど。まあ、4番、5番特に何も思わず、ちょっとだけ3番が旬っぽいかなと思ったから、4番はなんか俺のイメージの中で白なんかなとかって今んとこ思ってるけど。まあまあ、もうちょっと精査します。7番のプレイヤーは発言してください。霊能です。霊能お願いします。まあ、太鼓が出てきたら釣り切ってください。はい。これぐらいしかないですね。言えることは。まあ、今気になったのは6番さんかな。なんか3番さんがなんか、おならが鳴ってる、恥ずかしいって言ってましたよ。ブルルルル、キュルルルとか言って、6番さんなんかね、媚び売ってるんじゃないですか ?3 番さんに。俺3番さん偽っぽいなーって思ったんだけど、なんか6番さんが今の発言で、なんか3番に媚び打ってることから、6番って3番の芯透けてるのかなって思っちゃって、6番人外くせえなって思いました。皆さんおならが鳴っちゃって恥ずかしいって言ってましたよね。なんかお腹がキュルル、ブルルでしょ多分。ブフフか、どっちかわかんないですけど。はい、って思ってます。はい。まあ基本的にね、はい。一角になったら確定的に人外釣れますよ。8番のプレイヤーは発言してください。ちょっと6番がね、気になるよね、俺も。3番が真に見えたんでしょう。4の白の言い回しがあって。それは俺には分かんないから、もう6から3、メタじゃねって結構思ってますね。はい。全く分かんないですね、それが3の真の理由が。じゃあ7番な霊能ならそこもっとつっついてほしかったなって思ってるかな。まだどうなるかわかんないけど。6番おかしいかなって思っちゃった。別に4番5番も特に白くもないし黒くもないってところかな。ぐらいですね。はい。9番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師で2番さん白です。カリフ動作に関しては自身の思うようにやってください。自分がやりやすい、戦いやすい行動をカリフ自身で構築すればいいと思います。はい。まあ、こうグレーの考察していくと、8番さんが6番さんに指摘した部分はいいです。ただし、もっと言及できる要素があるかなと思って、6番さん、そもそもネタで3番が芯に見えてるのか、何でしない3番さんのお腹が空いたから3番さん芯っていうのは、不当極まりで不平等性差だなと思っていて、それで、オートで4番白っていう思想がすぐに浮かばないところが6のおかしい点。さらに追求していけば5番さんって別にそこまで4番さんを精査してない以上6番5番で視点の乖離があるんじゃないですか。6視点5番を見たときに5番視点5し5番精査したときに3番4番白って弾ける精査が6視点から落ちないところ以上。1番のプレイヤーは発言してください。はい、9番3番がまあ占いに出てるというところだけど、これ3番がもうこんな笑ってふざけてる、こんなふざけてる、旬はいないかなっていうところは、まあ、あの初週の、感想ですね。だから、2週目は、9番が旬という、考察を持って、そういうのをさ、やってる人を、狙ってっていうか聞いて、人外を、見つけたいと思ってます。はい。で、まずそうだね、村っぽいところ、あ、一周目、あ、まだ一周目ね。ごめん、コイン通貨なしだった。自分、霊能ね。はい、霊能。7番偽ね。7番偽。おかしかったでしょ？ 2 番のプレイヤーは発言してください。俺は天の道を行きすべてをつかさどる男。天の総者、よろしく頼む。あれこれ潜伏してていいかなーって思ったんだけど。出ときますね。俺、霊能です。これ、スライドなければ全人外なんだけど。潜伏した方がよかったかなー、俺これ。白もらってるから。まあ、普通に精査していきますね。六番さん叩かれてるけど、まあ、でも、まあ確かにわかるんですけど、6番のその3のちょっと新っぽいっていう理由が、ただ単に4白、その白先言う
言い方だよね。言い回しが新っぽいって言ってるだけなんで、別に、あれですよ、3番の、この中どうこうのは関係ないですよ。3番のプレイヤーは発言してください。はいはい。え、セラとかないの？じゃあ全然意外露出だね。いや、別に91おかしいと思うよ。だって6番で、私がお腹が鳴って、私恥ずかしかったから笑っちゃっただけじゃん。ふざけたわけでもなんでもないけど。え、それで、え、6番がどうかなって、無理こやりこすぎないと思ったったから。うん、まあ全人が露出なんで、普通に私91ロールあるかなと思っちゃったけど、え、27は新旧かな、新強、うん、でも 2番の方が新っぽい。4番のプレイヤーは発言してください。2番が強靭で、あの盤面で1番と7番と9番と2番が躍進をしてるので、2番が出づらい行動ではあるけど、あ、2番が強靭でどっかでスライドが見えたって思った時に2番強靭がやるべき行動なんじゃない？知らんけどね。まず7番からそもそも把握漏れしてるけど、3番はお腹が鳴っちゃったって言ってるけど、おならじゃないね、うん、もうちょっと女性には言葉気をつけていいんじゃない？ 7 番は8番はまあ結果的にムラだけど、なんか8番って7番から6番にもうちょっと言及するべきって、7番って6番が人外だ、6番が狼で3番の芯が透けてんじゃねえかって言ってるから、それ以上7番に何を言及させようとしてんのかなって思ったのが8番だったかな、うん、1番はなんか出方よくわかんないね。最後に霊能しようって言ったけど、まあ、1番、2番、7番釣り切って、9番と3番の精査ね。はい。あと、占い結果と霊能結果は同時でいいんじゃない？とりあえず1番、2番、7番発言聞きでどっかから入れるけど。うん。時間指定してね、明日結果一斉出しがいいと思うよ。まあ、それで破綻とかもわかるし。まあ、グレーに人がいないよね。まあ、リア教とか置いたくないんでね。そこだけ頼むよ。はい。まあ、多分さっきやってるメンバーと一緒だから大丈夫だと思うけどね。あと8番が6番に対してメタ要素って言ってるけど、メタじゃないからね。6番って3番に対して、3番が、4番白出てますよって発言から3番の芯を拾ってるだけ。うん。9番自身って、なんか6番が3番に対して、4番の白が置くのが遅かったって言ってるけど、結果的に6番って4番に、3番が芯だから4番白かなって言ってるからね。はい、そこもなんか変だからね、9番さんは。5番。のプレイヤーは発言してください。はい。ならしたらいいんじゃないですか。まあ、霊能で釣り切り望むやつまず釣っとけばいいんじゃないですか。はい。だから、霊能の時には絶対釣り切りを飲まないということをちゃんとやってください。はい。7釣りで。はい。発言もわけわかんないんで。はい。7釣りで。で、休暇さんが1か2に占えばいいんじゃないですか。はい。それでいいじゃないですか。7番、まあ一応、もう基本的に確定順位で落として。はい。ないんじゃないですか。もう、その後話聞いて、発言決めたらいいんじゃないですか。思いますよ。はい。あ、もう、リア教はいないという体でやって、それでいいじゃないですか。リア教いたら、別にどっちも村負けたし、はい。もう、しかにどっちが真かなっていう霊能は、3級どっちが真かなって話なんで、7番はまあもう、巨人か何か知りませんけど、ね、釣り切ってるやつから落としましょう。はい。釣り切り望むやつから、はい。6番。のプレイヤーは発言してください。まあ7番1番2番はもう粛々と釣り切って9番3番の決め打ちやね。せやね、まあ霊能結果占い結果は同時張りしてほしいかな。発言立った2日目の朝の一番最初の人が立った人の、まあ、5秒ぐらい過ぎて55秒ぐらいでやってほしいかなと思ってます。55秒同時張りでお願いします。はい。712は釣り切り、9番3番決め打ち、3番さんにはね2番占ってほしいな。
なんか9番の思考本当に変だったよね、マジで。何を、ちょっと9番さん、ちょっと日本語あんまりできません、できる ?9 番さん。7番のプレイヤーは発言してください。1、3だと思うけどな、はあ、急にってこと ?6 番目線。俺1、3狼に強だと思ってるんだけど、2番がごちゃらしに来たか、スラ警戒かって感じかな。はい。まあ、いいんじゃないですか。まあ、俺、霊能カード引いたんでね、あんまやる気なかったんで、はい。なんか5番みたいなリア強がいたらしゃあないんで、俺から釣ってもろって、はい。占いキムチ買ってください。知りません。うん。5番おったらやる気ないんで、はい。お前さ、まあ、ゲームすんなや、お前。一式ずっと24時間やってるけどさ、お前おったら思んないね、みんな。なんか、お前と信仰違う方はこいつは来ません。こいつは人外ですわ。こいつから釣りますってな、お前知らんから。で、お前さ、なんか人外のとかめちゃめちゃわかりやすいやん。思んないね、お前。ね?村の時はさ、自分の思い通りにいかんかったらこいつ釣ります。え?人外の時はわかりません。6、8や、言うて。めちゃくちゃ思んないね、お前おったら。うん。て。我慢してたけど、ちょっと思いの丈言わしてもすみません。まあ、釣り切りやんでね、いいんじゃないですか。7番から釣ってもらって。はい。で、別に結果見たところでしゃあないんでね、1、2のコットなんか。1番が俺は多分狼やと思ってるんで、まあ、俺が言えることは、俺がね、言えることは、唯一言えることは、2番が黒やった場合は9番が偽っていうこと。これぐらいしか言われへんけど、多分1、3狼やと思ってる。はい。まあ、5枚いるんでしゃあないです。僕から釣ってください。8番のプレイヤーは発言してください。発言してください。まず7番よりか2番が芯ないんじゃないですかって思うけどね。4番、5番、6番って話聞いてんのかな。2番って出ちゃおうかな、出ないかなとか言っていて、ね、2番僕霊能なんですよって言って。で、全人会で分かったじゃないですか、2番目線。1番やることってどこがさ、狼、どこで狂人なのかって。じゃないの。2番一切してないんだよ。だから釣るべきは最初2番じゃない?で、1番に関しては霊能なんだよねって言ったのが最後の5秒ぐらい時に言ったんだよ。で、7番は6番にしてきれてるとこが俺良かったなって結構思うから、普通に2番が芯ないんじゃないって思うけど、とりあえず芯ないとこ釣ってくゲームじゃないのこれ。え、何これ、芯釣るゲームなの?え?2番にしか行かねえよ、普通に考えて。大丈夫ですか?はい。9番のプレイヤーは発言してください。発言してください。6番さんね、アイコンかなんか使ってんだったら、自分の発言と、俺が言った発言を、ゲーム終わってからでいいんで、聞き直してみてください、6番さん。はい。3番がお腹空いたから3番死んだんですか。3番ロジックから3番4番でつながってる構造とかっていう精査まで伸びないですか、6番さん、あなたは。まあ、この2番がなぁ、ほんと。まあ、2番死んだったら、1、2のラン、うん。1番、2番のラン。はい、1番狼で、3番9番の審議がもう明確についてるんじゃないかって誤認してる1番が9番とつながりに来てる3番1番狼、もしくは7番1番2番で2番が俺の芯を落としに来た2番狂人、うん、はい、1、2の択で。そもそも3番さんって、スムラ側の視点に立ってみようか。スムラ側の視点に立ったとき、3番、9番の精査が、1日目、だいぶ偏りがしっかりと、2週目で偏りが出てくるのって、3番さんの発言があってからこそだから、1番さんがそこで俺にすり寄ってるようにしか見えないんだよな、俺の9番の席からはね。そういった推理がなおどうして出てこないのかな。1番さん、9番が死んだっていう、もう家庭上で進めていきます。じゃあ9番の発言内容、グレースケール、どこが1周目、死んだっていうところ、死んだっていう発言があったのか、しっかり内容文も。1番のプレイヤーは発言してください。
はい。9番さん、死んだと思ってたんだけど、なんか、怪しくなってきたよね。1、2、まず、だって確実に行くんであれば、まあ、7でしょう。まず、7番のおかしいところは、もう、釣り切りっていう、もう出た段階から、自分が死ぬ気で、神も釣ろう、道連れにしろっていう、そういうところから、まあ自分は狂人かなと思ってたのね。で、7番がもしそれ狂人で自分死んでしょとなったら、じゃあ2番狼で出たかってなると、これ2番狼でわざわざこれ3周多めで出てくるかなって自分、ね、新目線から見ると、7番狼で出るかなっていう、と考えたら、これはご主人様を釣らせたくない2番狂人かなとか、考えて。となると、これ、絶対に霊能では新郎老はないし、占い新、となると占い新郎、霊能が新郎教なんだよね。だから今日はね、自分はどうなんだろう、村目線。自分は2狼、7狂人とは追ってるんだけど、これ村目線どう考えてるのかっていうところだよね。だから、それがね、7釣れよ。新目線だと分かんないんだよね。どう行きたいのか。自分は7行って。2番のプレイヤーは発言してください。17つって93つればもう勝ち確なんで、もうそれだけいいですか。俺って、まあ確かに8番の言うように内訳精査してなかったですけど、まだ1周目の段階で俺はさすがにスライドあるなと思ったんで言いませんでしたね。まあ93は分からんしね、まだ1周目だから。まあ2周目聞いてもな、まあ、3番さんは91ロール9番さんはどこだろう。なんか9番さんの発言で一つ気になったのがあったんだよな。俺が人外であれば助けに来る狂人じゃない、むしろ俺が狼よりも。まあ、てか9番って2城だもんね。だから9視点ってマックス強なんですよ、2番って。だから進化強なのに。え、あれ、そしたら9番おかしくねえか。まあ、今日はじゃあみんなの意見で17言ってくれば問題ないです。俺絶対残してね。もう、新決め地でいいっすよ。俺は絶対釣んないで。新なんで。まあ、俺しても、17ロー で93強もあり得るし、まあ、安定で行くんであれば、1か7どっちか強人になるんだけど、まあ、位置的には、1番の方が俺は強あるかなと思うけどね。7番よりも。だから今日は7番から落とそうかな。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。7番のプレイヤーが選ばれました。7番のプレイヤーは発言してください。2、3、8。てかね、5番ってマジやばくない？お前さ、リア強レベルなんだけど、お前が7番から行くって言ったら1番と2番で7番に行くって言うでしょう。お前、マジで人狼殺やめろ、下手くそなんだし。マジさ、やってて楽しくないの、君と。多分1、3、3番ってどこ入れたん？
3番、2番。急に追ってるってこと？いや、わからんな。2番さんってめちゃめちゃ捏造してたよ。9番さんっていうのは2番に白持ってるから、多分、普通に、行っても1、2から行きたいって言ってる状況で、2番の黒っていう全然追ってないから。7番が言ってることが真っ当だよって話になったんじゃないって思ってるんだけど。だからめちゃめちゃ2番さん、なんか強靭で頑張りに行ってるんかなってめちゃめちゃ思ったよ。はぁ。5番の外人いたら勝てないわ。だから、騎士さん頑張ってね。頑張ってグレーマオリね。はい。なんか占いとか霊能とか守ってしないで。普通にグレーマオリお願いします。お前がいたら多分勝てない。はい。日産狼、二強だと俺は思っている。はい。一日しか引き出ないがよくわからんけど。俺が確実に今日占って、霊能見れたら確実に勝てたゲームなんだけど。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。7番は別に芯を置きたくないから、追わなくても芯を追わなくても7の芯を追わなくたって。8番のプレイヤーは発言してください。7黒、7芯だと思ってるから、7が芯だと思ってるんで、まず2番の芯なんか1ミリもないんで、自分で認めてるんでね、精査してなかったですって認めましたよね。2番って絶対2番強靭だと俺も思っててするからね、2番を。何で7番さん釣ったんだろう。1、2、4、5。大丈夫ですか、4番5番さんって思ってますね。7番が 3C4 になるって分かってたんですか。逆に釣り切ってくださいって普通のことじゃない。大丈夫ですか。まあ好きにやったらいいんじゃないですか。はい、5番さん4番さん進行取ってくださいよ。ねえ。9番のプレイヤーは発言してください。まあ、1番2番新規を書くで、7番で狼が落ちてます。7かっ黒です。はい、まあ、その7ロード、要は振動振動を形成する際に、強靭が出てしまったパターンですね。1番さん、昨日のアンサー返してもらえますかね。白だけど。1周目の段階で3番さんって、3番の陣外は2周目なんですけど、1番さん、あなただけね、9番の芯。急進過程でもう進めていく状態をなんで作るんですかね。っていうか、その発言をその牛番が上げたグレースケールのどことどこが良かったか明確に言ってみてください。1番さん、2番さん、2番さんに関しては出る必要性がないのかなっていう感じた2番の霊能も足りえると思ってます。はい、もう確実に3番さん狼なんで、はい、サーバーさん、あとは頑張って9番を、一生懸命ね、おしゃべりしてみてください。はい、まあ、そんなとこっすかね。なんとなくとか、
どこでもドアが使えるわけじゃねえんだから、ちゃんと、まあ、白黒はっきりつく原文でお願いします。厳格な文面文章を読むかのようにしっかりと発言を落としてください。なんとなくここがええし、なんとなくここつります。盤面からここが黒じゃないか、白じゃないかっていう精査ではなくてね。はい。1番さんどうぞ。1番のプレイヤーは発言してください。うん、はい。まあね、7番さん黒が出たっていうところで、2番狂人も、うん、これ自分の芯が見えて、生き残って芯、占い師と共に生き残ろうっていう、まあそういう発言で黒を打ったとは思うんだけど、うん、まあ今日は 3-4 だよね、うん、で4番釣って、あ4番じゃない3番2番で2番釣ったら、3番破綻ね、うん、で3番釣ったら、終わんなかったら2番っていうところでもうすごく分かりやすくなった盤面だと思うんだけど、うん、だから自分芯だからもう自分目線、すごくすっきりしてる、うん、7番が、黒出てるから2-3ね、うん、で2番が、狂人が誤爆したっていうところ、うん、ただそうだよね、ただ9番が2番に白打ってるで1にも2にも白打ってるっていうところから、1番神2番狂人9神ただ3が神だったら、うん、27黒黒でしょ、うん、2番破綻していいのかなっていうところ、うん、このあと2番狂人、狂人がどのように書き回すかその辺のところ、うん、あと5番さん6番さん8番さんあなたたち隠し色なんだからしっかり発言見極めて、精査してね、うん、今日 2-3 で、決め打ちで村勝ちましょう。2番のプレイヤーは発言してください。んじゃあ1失点3-2いけんじゃないか。今日3釣りですよ。まあ素晴らしては2-3だけど、俺釣って終わんなければ3番手も破綻するねんで、7角黒なんで、まあ要は3-2釣り切りでもうゲーム終わりです。まあ、早く終わらせるんであれば今日はさんまさんから言ってください。確かもう言いようがないですよ。まあ占い師の審議に関してはちょっと俺間違ってたけど、まあ決まった審なんで、うん、もう3万釣りでもう GG ですよこれ。陣がどう勝つのこれ。3釣りね。3番のプレイヤーは発言してください。いや芯から釣るなって2番ローネ。えだってさ9番って2番に白だったんでしょ。なのにさ普通に1-2のランにって言ったよね。え2番がさそこであれ9番って2に白だよね、あれ9番おかしいじゃんって。え1-2ともども7釣りって言ってんでしょ。で1-2ともども7に黒出してんでしょ。9番今日の1-2ロールもあるし、え、何しに今日私釣りな。ねえ、普通に失言レベルじゃん、9番って。2番に白出てんのに、今日は1-2のランですよって言ってんだよ。ねえ、2番も9番破綻だねって、昨日の段階で言ってたじゃん。何言ってんの。4番のプレイヤーは発言してください。1番か7番釣ってない方の色を見て、例えば7番釣って1番占って1番が白だった時に2番が7番白打ったら9番の目線で2番が破綻してることが分かるんだから、9番がするべきことは1番か7番釣って2番以外のところを占う発言だから、9番が言ってることが変だし6番の発言ねじ曲げとるし、9番目線でお腹が鳴ってるから芯なんて6番は一言も言ってないのでお話聞いてないの。9番はちょっと芯なら反省した方がいいんじゃない。別に7番1番2番は釣り切るからいいと思ってるし、
まあね、7番が、まあそこ、まあ、なえるのはわかるんだけどさ。だとしてもちょっと発言は残してほしいなって思った。まあ、5番に苛立つ気持ちはわからんでもないけど。まあ2番から入れようかな。2番1番のランでいいんじゃない。まあ、6番が、まあ、釣り太一でいいと思ってるけど、基本的に2番と1番釣り切って3番と9番の精査だけど、まあ、9番が偽っぽいよね。もう2番釣って何がわかるの ?2 番釣って1番か7番が2番に黒打ったら、まあ、1番と7番どっちが偽かってわかるだけだけど、1番釣って7番占うか、7番釣って1番占うしかないからね、9番目線は。あと2番の目線で1番7番の進路路あるからね。3番釣れば終わりますって安直に見えないからね、2番の思考は。急に狼一教授には見えるけどね、この盤面だと。まあでも7番から来てしまったけどね。うん、まあ7番が慣れてるからね。釣りなしが一番無駄にないと思ってるから、はい。それぐらいの理由で7番釣ったけど、まあ、7番が真なんじゃない、はい、まあ、?2 番か1番だけど、まあ、2番なんじゃない?5番のプレイヤーは発言してください。いや、7番のシーンは追ってないので3釣ります。はい。あ、何があっても3釣ります。はい。占えばいいのに、なんで7釣らないんですか ?37 しか見えないですよ。はい、3いきます。負けたら3番が悪い。確定陣内7番落とすでしょ。何あなたの視点の中で釣り切るという人を、釣り切るという人を残すんですか挙句の果てに2番に投票って占えばいいじゃん。7つだわで釣れないの?どこに芯があるの?あの人の発言に。もうありえないでしょ。釣り切るという、そして暴言しか吐かない。そういうようなやり方をするんじゃなくて、初めからちゃんとやればいいでしょ。もう3番でいいです。もう、時間の無駄。6番のプレイヤーは発言してください。ひろちゃん、ひろちゃん。今日2番ね、2番、ひろちゃん。あの9番の芯がないところは2番白持ってるのに1番2番ランって言ったところ、9番試験では7番1番3番釣り切りで勝ちだから7番1番のランが正着なのよ。 OK。 2番を含めたところは9番2番狼だから、なんかちょっとでもライン切りたかったんじゃない、はい、2番ね。2番投票を始めてください。ああやだ、2番のプレイヤーは発言してください。マジ3番つって終わるんだよ。37ロールっすよ。 9番さん1白出してるんで、一番強靭なんて一番ほっといていいんすよ。だからかなので、もし2番今日釣られたとしても明日絶対3行ってね。それであれば飲みます。それできなくて一番釣るって言うんであれば今日3番絶対釣ってください。いい?9、1白、2白、1、2がともに7黒出してる。3、角黒です。3番のプレイヤーは発言してください。だからさ、私が昨日なんで2番に入れて2番占ったかって言ったら、2番ってあれ9番って1のランねって、9番って2番に白刺してんでしょ。だって1、2のランなんて 100% ならんやん。で、7番つって1、2ともとも7番に黒刺してんでしょ。普通におかしいやろ。で、2番って昨日の時点であれで9番って2に白だよねって、もう9番の芯がないこと分かってるじゃん。なのにさ、1番も7番行こうって言ってるんだよ。で、2番も7番で1、2ともとも7番に黒を刺してて、もう何て言えばいいのって。ヒロさんとはもう二度とやらんから。私全一度たりとも暴言入ってないよね。
これで2番釣りエースって何なの？投票を始めてください。ああやだ。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜死んだのは4番。5番のプレイヤーは発言してください。はい。はい、はい、1番が白ってことですね。はい。じゃあ、6、8がやりたいように、じゃあ2、1釣り切ればいいんじゃないですか。3が最後に3級精査で。7番、3番は人間性が悪いです。二度とやらないとか、人に対して暴言吐いて。負けるべきです。謝罪をしろ。しなければ最終的に俺は3番をする。何があっても。謝れ、まず。5番に対して。俺が言ってることは真っ当だろう。それが言わなかったら俺は3を釣るからな。謝罪をしろ、ゲーム中にまず。7番の発言、37を消すために7番になぜ行かないんだ、まず。2番を釣ることは偽でしかないだろう。占えばいいだろ、占い師だったら。7でも1でも釣ればいいだろ、まず。確定人外の7番を。37を消さないからあなたはそうなってんだよ。自分の怒りはまだ正せ。謝罪をまずしろ。しなければ俺は今日3番行く。何があっても。6番のプレイヤーは発言してください。まあ、よっちゃんゆっくり。2番行こう。まずね。2番行って、いい ?1 番行って、最終的に9番と3番の精査ね。よっちゃん。今日は2番ね。全人外露出は、三種をしている霊能、まあこの盤面だと霊能を追い切って9番と3番の決め打ちだから。8番のプレイヤーは発言してください。9番のプレイヤーは発言してください。2番が死んでしかないだろ、6番よ。昨日の発言聞いて。1番何のアンサーも返してないんだろ、俺の考察内容点に関してんだ。ちゃんと答えろよ、もう一回。もう一回言うわ。まあ、一番答えてくださいよ、一番さん。一日目の一週目に引き合いにして、四番さんかなんかが、四番さんお亡くなりになって、三番、九番だったら九番に対して落ち度があるって言ってるけど、一番さんってそうなった時って、じゃあ四目線、一番、九番の二郎ってありますよね。ただ三番が一番白、一番隠し郎が状態ができてるからこそ、一番の狼を否定しただけですよね、四番さん、あなた。一週目引き合いにしないでください、一日目の。視点更新をちゃんとしてください、村で。はい。で、6番さんに関して、1日目、1週目、3番さんを評価した点で、3番同士が追ってなかったからは、8、9番線、占い師なんで、6番が人外なんじゃないか、3番、6番のラインがあるんじゃないか、3番、狼ですって考えたときに、3、6があるんじゃないかって思考を落としてるんですよ。はい。そこに関連、それだけで1番さんって9番さんの進行、9番進行の過程上を、どうやって取っていくんですか、1番さん。はい。1強ですね、1強に、1強、霊能だったら、7番、狼、1番、強人、2番、神、3番、7番の、この2郎。これがわからないの。すごいね。うん。こういったちゃんとスケールをちゃんと上がらないやつが偽だと。うん。一番さん、はっきり言っ
ってちゃんと答えてくださいよ。1日目の1週目の俺のグレースケールの良かった点、悪かった点、ね、3番は2週目にもかかわらず、3番の人外は2週目にもかかわらず、9番新進行するっていう仮定上の発言をなんで、1番さん1週目で行ったんですか、1番さん。はい。3番釣れますよね、1番さん。1番のプレイヤーは発言してください。うん、はい。ずっと自分3番投票してますよ。うん。っていうところから、うん、急になんか9番黒くなったような気もして、ただ自分は7番黒出て、となると2番強靭で、その強靭に3が黒打ってるっていうところから、うん、完全に、3、7と思ってたんだけど、これ9番が9番が強靭かっこって2番目に持ってこようとしてるのかなとか、ちょっとふと思ったよね。うん。でもうこれ3級に進路なわけだから、うん、だったらじゃあ今日本当にこれだけグッジョブ起きてるわけでしょ。グッジョブ1回、投票なしでもつれ込んでるわけだから、うん、だったらこれじゃあ1に釣り切れば終わる、うん、でもこれ1に釣り切ったらね、村負けるんだよね、1進2強だから、うん、だからこれ村どうするのかっていうところだよね、うん、まあ最後の2級あ3級精査に持ってっていいの村、うん、まあ、今日はじゃあ安定で言うなら2位いってください。はい、確実に2位いってください。明日自分釣られても別に飲みますよ、死んだから。2番のプレイヤーは発言してください。もう今の一番の発言強靭でしかないじゃん。 1、2ってともに7黒出してるんで、1失点も3釣りしかありえないんですよ。そして最後の発言で1番って2番強靭だからって言い切ってんすよ。わからないでしょ、1視点って2が黒か強かって。今回同票まずいんで、同票で次の日迎えるのまずいんで、票を3番に合わせてくださいね。もう 5番さんもそのまま3番で大丈夫なんで。今日は3番釣りね。3番のプレイヤーは発言してください。いやもうほんと昨日2番釣れてないのがさ、残念でしかないわ。だって2番ってもう何回やったら気が済む ?9 番って2番に白刺したんでしょ、なのに1のランねって言ってさ、で2番があれで9番って2番に白刺してるよねって、もうそこで破綻してるじゃん。で2番って9番の芯がないってこと気づいたわけでしょ。でもそれでもさ、なんで私がローになるんよ、意味がわからん。で7番の芯を釣りに行ったんでしょ。で1番の発言なんて強靭でしかないやん。7芯の1強靭ね、で9、2ローローなんだが、これもう昨日からずっと言ってるけど、やばすぎでしょ本当に。投票を始めてください。信じてください、私は決して悪人ではありません。3番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。